そうブルーの新規約結びそうでねいやだからユナイテッドなでそれとさこれどのぐらい信憑性あるんだろうねファーガソン取るっていうブライトンのでデイースターだから普通ないよねこれ1位になってたからさヤフーサッカーニュースの、ね、今ザクツイットってホイールンドいてねえファーガソンになるとねあ AI が補強してんだなって思いますよねでユナイテッド普通に戦力足りないとかあるメンツ全部揃ったらかなり揃ってるよねあとはうん監督になってきちゃうよねこうなると だって、風見のも使い方間違えなかったら、普通にいい選手ですからね、まだ。デヨングはあの、給料高すぎるんですよね。で、落としてくんないんですよね。で、この、落としてくんないって言い方もおかしな話で、普通に、その時に契約して、別にパフォーマンスでヨング落ちてないから、当時のバルサの幹部が悪いって話だから。で、デヨングもバルサを気に入ってるから、給料高いな、でも、文句言えるほど悪いパフォーマンスはしてないな、みたいな。 質がいないチームがロングボールゲーンプレスで勝てるなら質あるチーム普段からそれやったら洗練されてって最強にならないのかなって思ったけどそんな単純な話じゃない、ね、やらせられたらいいんだけど自分が上手かったらさそれやらせる監督嫌じゃないなんでこんな走らされなきゃいけないのみたいな。その感じだよね。でちょっとうまいぐらいがややこしいんだよね。いつも失うわけじゃないけどっていう。ほうだ、ティーングはね。 ユナイテッドととかかがね給料落とせるのは取,れ取りたかったりたたっするんじゃないだってメイヌ・デヨングのダブルボランチ強いだろうしね風見ロはね人を動かす守備苦手なんですよね自分が寄せてって奪うのいいんだけど人を動かしたりラインコントロール苦手であの去年のシーズンの終わりとかにそれ僕ずっと言ってたんですけどそれ露骨に出た試合ありますよね確か失点全部絡んだみたいなデアングの場合な結構ガチめにらしほを好きな感じするからなデヨングバルセー行く時にね代理の息子カンテラ入れるみたいな 条件あったよね風見るうがる手で今より良くないますかね。プレース耐勢上がると思いますね。ただ、この前線出てってのヘディングとかあとは勝負嗅ぎ分けるそのなんていうか流れを生む力っていうか勘っていうか勝負どころ分かるサッカーにおける大人力みたいなの下がりますね。だ天白は結構ね気持ちでビルドアップさせてると思いますよ。なんで天白さんやけくそん時やはついだから相手にボール持たした方がね昨日のシティとの試合もそうだけどね引っ掛けたところから一気にいけるから。 そうだからボールをつないで後ろから崩すっていうのは相手のフィルターが多い状態での攻撃だからそれだけ失敗率は上がるじゃないですかパスもドリブルもいっぱいしなきゃいけないから,からそういうことなんですよねサッカーってボール持ってることイコール攻めてることじゃないですよねこあのボール奪い行く守備でそのまんま攻撃になったらもうね後ろからボールつなぐだからボール繋いでて守備してる状況もあるしボール奪いに行ってて攻撃してる状況もあるから ボール持ってる側が攻撃ボール持ってない側が守備って思われがちだけどそれは一時的に権利が与えられてるだけなんだよねっていうかコミットメントがあるから見た目ちょっとね一見チャラめに見えるんだけど実際はめっちゃ熱い男だしのところ。メイヌーとかさあのあれそのガルナチョとかちゃんとメンタルある人でユナイテッド構成したらむちゃくちゃ面白いと思いますよ。 それこそユナイテッド版アルテタみたいな人がね、監督になればいいですけど、まあ、あ天グその、それ見あるんだけど、ただ天グの方がもっと感覚的なんで、アルテタみたいに問題点を改善して修正してっていう PDCA 回すタイプじゃないんですよ。なんでより一層選手の器用さが必要になるっていう。で、そこでね、デリフトを取るとか、あとなんだっけ噂があって、あの、ザクツイとか、結構その、個人のね、能力で解決するタイプの人入ってくるじゃん。そういうところでね、ユナイテッドはちょっと楽しみですね。 てか、ザークツイ切ってホイルンドとツートップになったりすんのかななんか、テンハグって4、1、2、3基本使うイメージあるから、どっちもさ、両、どっちかをウィングにするタイプでもないじゃん。ホイルンドなら左ウィングとね、ラインカ入ってきての両方やりそうだけどね。4、2、3以上トップとトップしたりだりすんのかなザークツイはめっちゃうまいトップですよ。だから、アーセナルが欲しがりそうな、サッカーうまいトップ、あの、フォワードみたいな。フォワードっていうより、あ、でもらったとこかな。ほんとうまいね。 足元ねっサンチョまさかのユナイテッド復帰まあみんなお金ないからなジャン・フェリックスもカンセロもバルサ残りたいっつってるけどねジャン・フェリックスに関してはね辛抱強く待てって言われてるんだけどね2個次第っつって2、うん、個は取りたいけど2個取れなかった時にワンチャン左ウィングやらせんのありかなみたいな感じっすよ、ね、あそうそうそうそれこそさユナイテッドさコーチ陣むっちゃ入れ替えてるじゃんえー、っとファンリー・ステルロイとレ年ネ・ハケが新アシスタントにみたいな で、元々のコーチが、レドナ、あ、マクラーレンか。俺、ユナイテッドのアシスタントコーチさ、マクラーレンだったっ知らなくて、この人、ミドルズブラとかの監督だった人なんですよ。あ、ミドルズブラじゃないか、マクラーレン。えーと、あ、ミドルズブラやってるよね、やっぱりね。結構古い監督で63歳で。俺、だからテンハ、天グ絶対やりにくかったと思うんだよね。で、考え方違うじゃん。だから、お金は、 ユナイテッドはどんぐらいお金出すかっていう話で、そんな使わない説といっぱい今噂上がってる説あるんだけど、いずれにしろ絶対に天白外からオランダから来て、イングランドのフルカブおじさんがアシスタントコーチに絶対やりにくかったから、ここ変えてあげたのでかいなって思ってますね。これが、このファンニーステルロイとレネハケっていうのが、もうファンニーステルロイの場合ユナ、あの、ユナイテッドのレジェンドじゃん。この天白が、 一緒に仕事したたくくて呼んだ人だ人ったらめちゃくちゃゃややりやすいと思う全然違うと思う思想違う人がアシスタントコーチいるって超邪魔だからあのあれアルテタがさリュングベリーの後をさ監督になってリュングベリーがアシスタントに残ってたんだけど分析担当ってことにしてスタンドに送ったのよあれ絶対やりにくいからだからリュングベリーのサッカー見てたら分析できるわけないって思うんだからひでえ立ち位置でサッカーやらせてる監督がコーチになって分析できるわけないじゃん あね、残留なんだあごめんじゃあ俺が見たやつはこれはもう出ていくみたいな書き方だったんだけどだどのぐらいその権限あるかだね本当にねスタッフの団結ってそのまんま選手の団結に出るから,から僕あこれはもうしっかりあれですよソースはないけど人事の,かんあ,のあれ的にスタンドであの残されてるリュングベリーのやる気なさそうなあの顔も覚えてるしで言うとうんそうだから普通は監督呼ぶ時に監督がやりやすいスタッフで呼んであげた方がいいのよ絶対 だって今、監督がさ、分業制が主流じゃん。っていうか、どの業界もほぼ分業制だったなサッカーだけ結構それがなかったりとか、分業制じゃないとダメって意味じゃないんだけど、ってなった時に、例えばざっくり言うと、ポゼッションしたい監督と、このロングボーディルでリスクを抑えたい監督だと、やる練習メニュー全然変わるじゃん。で、思想が違うと、監督が気に入ってる選手とコーチが気に入ってる選手が違うから、そこでの意見もぶつかるし、こう、コストがね、すげえかかるようになっちゃうんだよ。 あ,とあの例えば基本は監督がこういうチーム作りますでそれぞれのコーチに練習メニューこのセッションこの20分は君この20分は君この30分は君みたいな感じで振っていくわけじゃんっていうところで1個のこの練習を作って仕上げるわけなんだけどそこがね連携取れてないとチームとして出来上がっていかなくなるからね。ってなった時にイングランドでこのキックアンドラッシュみたいに言われるやつをこう無視コードやってた系の人と。 ンハグのね、ちょっとある意味ペップこじらせたみたいなさ人とじゃ合わないから普通はこの人たち連れて行ってこうしたら結果でその方が監督も腹くくれるしね言い訳できないから最高の環境を整えてくれたんだからあとはもう言い訳できずもう目の前の仕事に集中ってなるからねそう風間さんと黒田さんで同じチーム作れないからなそれでユナイテッドとかそういうふうに内側からちゃんと改革されてってる感じがこの中にあ,あって これが本当、実際はわかんないけどね、見てみないと。ただレジェンドだから呼んだ可能性もあるからね。そういうのは楽しみだなと思ってこれ、紹介しましたね。ペップのリージョだったらめちゃくちゃいいけどね。その天白がマクラーレン最高だから残ってくれみたいな感じだったらいいけど。だからペップとリージョのあの関係見てていいのは、やっぱさ、どっちも喋ってるし、アシスタントと監督のやりとりとかがないチームってやばいから。なんならリージョ側がさ、先輩だからより一層言いやすいみたいな。だけど最終決定権はペップにあるっていうのがいいよね。 周りが気遣いすぎる人も良くないしね。そうだから、監督呼ぶときはコーチも一緒に呼んであげた方がいいですね。日本のチームとかだと監督だけ呼んでコーチそのままとか、よくあるじゃん。もう監督にアシスタントコーチを監督にこうさせたいから、修行みたいな感じでいつでも首切れるみたいな。あれでお金も欲しいし海外の監督も来るんだけど、結構うまくいかないよね。自分監督なれるって思ったら守んなくなるからね、上を。そうだからね、前戸田さんは自分と一緒に辞めてくれるコーチが、 見つかるまでやんないみたいな。なんかそんなことをね、なんか、中スポーツの番組からな,なんかで言ってたんでまた監督やんないですかって言われて。で、相模原で戸田さん監督辞めてコーチ残ったんだよね。<laughs> あれってなるよね。うん。それこ戸田さんが悪いとい意味じゃなくて、あれっていうね。人間だならっていうね。でもその辺とかね、あの、シェフ、三つ星フードタッグとかでもあるよね。映画の中で。あ、山本さんもそうなんだ。 そう、中間管理職一人来てもこれなかなか帰れないや。ほんとその通りですよ。だから、サッカー界だけね、オーナーが金出して、だから雑に捉えられてんだよな。オーナー金出す人。金出して文句言う人。監督頑張ってる人みたいな。<laughs> だから、監督の言う補強ができなかったらしいですよみたいな。いや、それはできないよ。だって中間管理職採用担当してねえんだからっていう。その辺がね、雑にずっと語られてきたから、僕がこう、響きながらずっと、いや、オーナーが重要なんだってずっと言ってますけどね、このチャンネルでは。あ、これね、 デリフトのユナイテッド移籍、結構楽しみじゃないこれ何楽しみかって伊藤博樹とってヨナタンタトルからバイエルンがキム・ミンジェ残してデリフトを出すとでその先がユナイテッドでテンハグはいまだにデリフトがまあ大好きなディフェンダーだとっていう人のこと好きだとでデリフトが CL で活躍してねその後にえっ、ー、と最初はあれかなユベントスかな移籍したのデリフトの相方って 左利きの、まあ、当時からもうベテランって扱いだったんだろうけどセンターバックサイドバックやるあのあれブリントだったのよでブリントを全体的にパワーアップさせたのがリサンドロ・マルティネスなんですよコマンダー力とかその落ち着きだったりとかデュエルの強さとかなんでデリフトの横にデリフトってピケっぽいんだけどどっちかっていうとこの空中戦強かったりキックはいいけど周り動かすのが得意かっていうとそういうタイプじゃないですよ なんでバランとかと一緒で横にお兄さんいると強いタイプなんですよねコマンダーいるとでどっちもアヤックス出身でしょで監督は天白でしょだからねデリフトとリサンドロ・マルティネスが組む最終ラインのユナイテッドって結構楽しみだなと思ってなんで最初にデリフトの話をしましたあのあれなんだよねユナイテッドいろんな監督と話したけどあの人があのラトクリフ卿が。 給料安すぎる問題と移籍金にお金使えない問題でいろんな人が断ったみたいなのも出てきましたねリサマルの控えまず欲しいですけどだからあれでしょバランは出てくけどリサマルプラスワンでもう一人ぐらい取ってとかあと誰か移籍でお金作ってみたいなイメージだろうねリサマルが思ったより離,離脱多かったからななんかオナナもアヤックスだと本当後ろ全部アヤックスになるみたいなイメージかディリフト一見コマンダーっぽいけど弟キャラですよねそうそうそう 私、レオザフットボールが監督を務めるシュアボ東京では、毎週水曜、金曜、19時間の練習でセレクションを開催しております。場所は都内近郊。シュアボ東京で25万人以上に見られながら、報酬をもらって本気でサッカーしませんか多くの関係者が見るチャンネルですし、シュアボから J リーガー排出を目指す僕らとしては、ステップアップも大歓迎です。概要欄の URL からのご応募、お待ちしております。